テレポビズ。今回お伝えするテーマは半導体です。先日ですね、こちらのダイヤモンド半導体に関する短いニュースをお伝えしまして、なかなかの注目を集めました。それとともに疑問というか、さまざまな質問も寄せられましたので、今日はそれに答える形でこのダイヤモンド半導体について詳しくお伝えしたいと思います。でまずはそのニュースの概要を改めてですけれども、佐賀大学とアダマンド並木精密宝石の研究チームは、人工ダイヤモンドを用いた次世代パワー半導体の作成に成功したと発表しました。でダイヤモンドを使うと理論上はとんでもない性能が期待されるというのは昔から知られていたんですけれども、実際にはいろんな課題があって実用化はされてこなかったんですね。こうした中、研究チームはそうした課題を克服して実用レベルのダイヤモンド半導体の作成に成功したということです。でそもそもパワー半導体って何という質問なんですけれども、このパワーという言葉の意味なんですが、これは力ではなく電力という意味なんですね。というわけでパワー半導体っていうのはですね、電力を制御する半導体になります。でパワー半導体は身近なところにも使われていまして、例えばですね、こういった、スマホとかパソコンをですね、充電するアダプタですね、こちらの中に入ってます。家庭に届く電気というのは、電圧がプラスとマイナスを行ったり来たりする交流電源ですけれども、スマホとかっていうのは基本的に電圧が一定の直流で動きますんで、そういった交流と直流の変換をしたりとか、あと電圧の値を下げたり上げたりというようなことをしていると、まさにそういった電力の制御が行われているんですけれども、そこでパワー半導体が活躍しているわけですね。というわけでですね、電気自動車とか電車とか大きな電力が使われているところには欠かせない半導体なんですね。では次、パワー半導体って日本企業強いのという質問なんですけれども、こちら2019年のパワー半導体の企業別のシェアを示す資料ですけれども、ドイツのインフィニオンという会社が圧倒的ですが、三菱電機や東芝など、日本企業がさまざまトップ10に入っていますね。で半導体全体でいうと、日本企業が占めるシェアっていうのは今一桁台にまで低下していて、寂しい状況なんですけれども、パワー半導体の分野ではなかなかの存在感を発揮しているというような状況です。では今後もそれ安泰かというと、ちょっと気になるデータがこちらです。これはパワー半導体のうち車に搭載するもののシェアを表したものなんですけれども、こちらについては上位に日本企業の姿がありませんね。電気自動車の普及が進む中で、車載のパワー半導体っていうのは市場の拡大が期待される分野なんですけれども、その成長市場で力を発揮できていないというのはちょっと気になるところですね。日本がやっぱり新しい技術を開発して、やはりもう新しい技術でこうシェアを奪っていかなければいけないっていう、そういう状況にあるかなというふうに。新たな技術でシェアを奪っていこうというのがですね、従来のシリコン製のものをダイヤに置き換えるという今回の技術になります。ただちなみにですね、シリコンとこのダイヤの間にもうすでに世に普及し始めている次世代のパワー半導体というものがありまして、それがですね、 SiC と書かれるシリコンカーバイド、そして GaN と書かれる窒化ガリウムのパワー半導体になります。シリコンカーバイドは実際に最新の新幹線 N700S に採用されていたり、またテスラの電気自動車モデル3にも採用されています。そしてですね、窒化ガリウムを採用したスマホの充電アダプタも、これ市場に出回り始めていまして、いずれもですね、より小型で、そしてより省エネというような特徴があるということなんですね。で、そのさらなる強化版が今回のダイヤモンドになるということです。この表を見てください。バンドギャップだの何なのと難しい言葉がたくさんありますけれども、ともかくですね、シリコンの性能を1とした時の性能値を表しているんですけれども、いずれも黄色で書かれたダイヤモンドの欄、すごい値になってますね。つまりですね、より高い電圧、そしてより高い周波数でも動作して、なおかつ効率よく動作するといった意味になります。例えばですね、これ下から4番目のバリガ性能指数というところなんですけども、これ電力を変換する際の電力の損失、ロスがどれだけ小さいかという値でして、ダイヤモンド、シリコンに比べてなんとロスが5万分の1という素晴らしい性能が期待されるわけなんですね。というようにですね、究極ともいえるパフォーマンスが期待されるダイヤモンド半導体について、今回いよいよ実用化へのメドがついたということなんですけれども、ここで次の質問、具体的にどんなブレイクスルーがあったのという点ですね。ここは短いニュースでですね、先日伝えた短いニュースでお伝えできなかったところなので、今回ポイントをお伝えしていきたいと思います。今回ですね、アドマンド並木側、そして佐賀大学側でそれぞれ一つずつですね、ブレイクスルーがありました。まずはですね、アドマンド並木がどんなブレイクスルーをしたのかということなんですけれども、その前にアドマンド並木精密宝石って一体どんな会社なのかというところなんですが、皆さんですね、スマホで日々お世話になっているブルブルブルっと振動する、バイブレーションですね、これを実現する小型の振動モーターというのを世界で初めて開
開発したのはこちらの会社だそうなんですね。まあ、そういった小さな製品を作ったり、まあ、人工宝石の加工をしたりといったですね、精密技術が自慢の会社だということなんですね。でそんなアドマンド並木によるブレイクスルーはですね、より大きなダイヤモンドウエハを作ることに成功したという点なんですね。そもそもウエハというのはですね、このバイデンさんが持っているような円盤状の基板でして、この上に回路のパターンを描いて半導体が出来上がるわけです。でこのウエハのですね、大きさが大きければ大きいほどこの1枚から作れる半導体の数が増えますんで、当然コストダウンにつながるわけですね。これまでのダイヤモンド製のウエハなんですけれども、4ミリ角の大きさが一般的だったんですけれども、これだと工業的にはお話にならないレベルなんですね。でこうした中、アドマンド並木はですね、直径1インチつまり25ミリのウエハの作成に成功したということなんですね。じゃあどうやったのかということなんですけれども、サファイアの下地の上にダイヤモンドを成長させた、そんな手法を取ったんですね。この時点ですでにですね、素人からすると理解不能なレベルなんですけれども、ダイヤの下地の上にダイヤを成長させようとしてもなかなか大きくならなかったと。というわけでサファイアという別の物質を下地としたということなんですね。でただ大きな問題がありまして、それはですね、割れちゃうという問題なんですね。そもそも人工ダイヤモンドってどうやって作るかというと、当然こんなですね、室温環境で作れるはずもなくですね、高温高圧の環境で作るわけなんですね。温度でいうと大体もう1000度とか超えてくるということなんですね。でそこから室温まで冷やしていくんですけれども、冷やすと物体っていうのは縮みますよね。でサファイアとダイヤ違う物質なので、この縮む速度が違うんですね。そうするとどうなるかというと、早く縮んだサファイアに引っ張られてパリンと割れちゃうということなんですね。じゃあこれをどうやって防ぐかと、すごいのはここからでして、決め手はこちらの写真です。マイクロニードルと呼んでいるダイヤモンドのこのトゲトゲです。アダマンド並木はですね、サファイアの上にまずダイヤモンドのトゲトゲを作って、その上にダイヤモンドのウエハを成長させるという方法を取ったんですね。するとどうなるか、高温から冷やすときにサファイアが先に縮んじゃうんですけれども、その歪みによってこのトゲトゲが割れるんですね。つまりトゲトゲが力を吸収してくれて、その上に成長したダイヤの平らなものはですね、無傷に残るというような仕組みなんです。いやもうこんなのよう考えたなというような感じなんですけれども、これによって大きなダイヤモンドのウエハを作ることに成功したということなんです。これがですね、アドマンド並木側のブレイクスルーになります。ちなみにですね、最終的な半導体割れちゃってないという質問がありました。確かにこちら割れちゃってますよね。もちろんアダマンド並木から佐賀大学にこう届いた時には割れてなかったということなんですけれども、実験の過程でこう割れちゃったということなんですね。なんせこれほど大きなダイヤモンドウェハというのは初めてなので、どういった条件でこう実験したらいいかというのも手探りの状況だったということなので、今後はそういった最適な実験状況というのを見出すというのは課題だということです。一方お次は佐賀大学のブレイクスルーについてです。それはこちらの図を見てください。要はですね、半導体が動作する新しい原理を発見したということです。ダイヤモンド半導体は究極の性質を持つと言われてきた中で、実際には右側の従来の構造だと実現を阻む大きな課題があったんですね。それが流せる電流が極端に低いということと劣化が早いという点なんですね。で今回研究チームはまずこの課題を生む原因を特定したんですね。でポイントだけお伝えしますと、この H で書かれたもの、これによって電流が流れると思ってください。でこの電流の元はですね、この黄色い層から供給されるという仕組みなんですね。つまり黄色い層のおかげで電流が流れるんですけれども、一方で流れる速さを遅くするという作用もしてしまっているということが分かったんですね。つまりですね、黄色い層がこう走れと言ってるのに、ちょっと待ってちょっと待ってみたいなことをやってしまっていると、これを電気的な作用でしてしまっているということが分かったということなんですね。でこれが流れる電流が低い原因だと突き止めたんです。そしてもう一つ、黄色い層に酸素が含まれていて、また水色の層に水素が含まれていて、これが化学反応するとご存知の通り水になるんですね。でこれが急激な劣化の原因だと分かったということです。じゃあどうしたらいいんだということなんですけれども、黄色い層と水色の層が隣り合ってるから、こんなことが起きちゃうと。だからじゃあ話そうかと。いやでも黄色い層からの物質供給があるから電気が流れてくれるんだし、そんなことしたらダメかと。いやでも一応やってみるかと。でやってみたらうまいこと言ったそうです。で左側がですね、新たな動作原理の方法で、黄色い層をちょっとだけ、具体的にはたったの8ナノメートル上に持ってきたところ、課題をクリアして大きな電流が流れて劣化もなくなったということなんですね。これがですね、佐賀大学のブレイクスルーになります。でこの図がですね、実験で得られた実測時で、
1平方センチメートルあたり179メガワットという出力電力を達成していまして、まあ、先日の短いニュースでもお伝えしましたけれども、これは直径1インチのダイヤモンド半導体1個半で30万世帯の佐賀県の一般家庭が使う電力を制御するレベルだとしています。でこの図を見て、窒化ガリウムの方がすごくねという質問がありました。で確かに現状ですね、実測値としては窒化ガリウムの方が電力密度上回っています。ただですね、先ほどの179の上に345という値がありますけれども、この値もですね、すでにダイヤモンドで佐賀大学計測しているということで、今週か来週発表する論文にはその値で発表するということで、今もう急速に伸びているんですね。で加数教授によりますとですね、まあ、いろんな周辺技術を活用していけば、まあ、窒化ガリウムを超える2000とか3000とかそういうレベルも期待できるということです。はい、ここまでですね、ダイヤモンド半導体の新技術について詳しくお伝えしてきましたけれども、ここでですね、そんな技術公開して大丈夫という質問です。こういった技術開発のニュースをする際にですね、テレ東さん技術がパクられるんで報じない方がいいんじゃないですかというコメントをよくいただくんですけれども、すでに論文で公開されている情報しかお伝えしておりません。で何かの秘密の情報をばらしているわけではありません。で今回で言うとですね、佐賀大学の新たな半導体の動作原理というのは特許出願中ということですし、あとですね、アドマンド並木のマイクロニードル技術は国際特許取得済みということなのでご安心ください。もともと持っていたやはりサファイア基板というのがありまして、その上に育成してます。そして研磨する技術というのも当社で非常に優れた技術があるので、これが合わさってる同じところにあるということが他とは違うと思っております。まあ、真似しようと思ってもできないと思いますけどねみたいな感じでおっしゃっていました。で今後の動きについて気になるのはですね、実現に向けて日本企業との日本メーカーとの連携はどうなってますかという点です。すでにもうそういう話はいろんな企業さんとさせていただいてますけれども、ただ大きな参加っていうところはまだ一社もありませんので、今、まあ、そういう意味ではもうまさに募集中と、アメリカとか中国がすでにこの技術に非常に興味を持っておりまして、まあ、彼らもやろうとしている研究のスピードを加速してですね、もう5年以内に実用化まで持っていかなければいけないというふうに考えております。まあ当然実現に向けてですね、さまざまな課題を克服していかなきゃいけないということで、そんな中5年先に向けて投資をするという体力がなかなか日本企業にないのが実情のようです。一方で海外からですね、その技術売ってくれないかといったメールが来たりするということで、かなり関心が高いようでして、加数教授はですね、5年以内に実用化したいではなく、5年以内に実用化しなければならないと、さもなければ海外に負けてしまうという、そんな危機感を示されていました。まあ、今後どういった企業と連携していくか注目したいところですね。で今後乗り越えるべき課題なんですけれども、やはり皆さんが思い浮かべるのはコスト大丈夫なのという点ですよね。で確かに現状はですね、桁違いに高いそうです。ただですね、ダイヤモンド元素記号は C 炭素ですね、まあ、つまり原料自体はですね、炭なんですね。まあ、めちゃくちゃ安いんですね。じゃあ何が高いかというとですね、ダイヤ硬いんで、それを削る技術、研磨の方がすごく人手がかかって、コストがかかるということなんですね。まあ、ということですね、そういった研磨の方で、まあ、技術革新というのが必要になってくるという状況です。で、まあ、アドマンド並木の方はですね、もうすでにコスト削減にフォーカスしていて、いくつか案を検討しているそうです。まあ、とはいえですね、シリコン製に比べればダイヤ当然高いので、まずはですね、例えば 5G のさらに次の6G の携帯基地局などですね、高電圧とか高周波数という、まあ、ダイヤモンドじゃないとできない領域に応用していって、そこから徐々に広げていくと。そして例えば自動車に応用していけば、まあ、ダイヤモンド先ほど言ったようにですね、エネルギー損失ほとんどないので、つまりは熱がほとんど発生しないことが期待されると。ということは現状ですね、冷やすために搭載しているラジエーターとか、それを省けるんじゃないかと、まあ、もっと小さくできるんじゃないかと。そうなれば、まあ、半導体単体では高いけれども、まあ、トータルで、まあ、ラジエーター省けば安くなるんじゃないかと、まあ、そういった可能性も視野に入れているということなんですね。そして最後のお話です。
先ほど次世代パワー半導体材料の一つとして窒化ガリウムというのを紹介しましたけれども、窒化ガリウムといえば、日本人3人がノーベル賞を受賞したことが記憶に新しい青色 LED に使われている材料としても有名です。でノーベル賞受賞者の一人である赤崎さん、先日お亡くなりになりましたけれども、その赤崎さんから加須教授はですね、直接指導を受けたことがあるということで、その時のことを思い出しながら次のように述べています。赤崎先生 の、 お仕事を学生時代からずっと拝見してて、もちろんご存知のように、もう私が学生だった頃はもう青色 LED の窒化ガリウムっていうのがね、なんかもう、全然こう顧みられなくて、それである、ある時から、2000年ぐらいから呼吸に、こうでブレイクしたわけなんですけれども、やはりそういう新しい、技術、全く新しいブレイクスルーですよね。そういうのをやはり先生 の、 お仕事を見ながら、やはり日本でやらなければいけないという、そういう思いはずっと持ち続けてきました。そういう意味で諦めずにダイヤモンドを今まで続けてきたわけなんですけれども、もうこれがどこも成功したいと思っておりますけれども、やはり日本から出た発明であり技術ですので、ぜひそのアメリカとか、他の海外に奪われずにですね、ぜひ日本の産業にして、やはり日本の産業、あるいは半導体産業をやはり元気にしたい、社会を元気にしたいというふうに思っております。果たしてこの技術がですね、今後花開くのかどうか、今後も注目していきたいところです。以上、理系通信でした。最後までご覧いただきましてありがとうございます。テレビ東京の経済ニュース、経済番組をもっと見たいという方は、こちらの画像をクリックして動画配信サービステレ東ビズにアクセスしてください。どうぞよろしくお願いいたします。